パソコンにテレビチューナーが内蔵されていれば、パソコンでテレビ番組を録画することができますよね。DVD ムービーライターなら、強力な CM 自動検出機能で CM を自動的にカットして、録画した番組を DVD にすることができます。では、DVD ムービーライターを起動しましょう。デスクトップにある DVD ムービーライター4ラウンチャーアイコンをダブルクリックしてラウンチャーを起動してください。ビデオ DVD の作成を選択しましょう。そして、作成する DVD の種類に合わせて新規作成をクリックします。メディアを追加・編集・ウィンドウが開きました。今度はテレビ録画ソフトで録画した番組のデータを取り込みます。左上にあるメディアの追加ボタンでビデオファイルを追加をクリックします。ビデオファイルを開くダイアログボックスが表示されました。録画したデータを選択します。どのフォルダに番組のデータが保存されているかは、テレビ録画ソフトのマニュアルを参照してください。ファイルが選択できたら、開くボタンをクリックしましょう。録画した番組のデータが読み込まれました。このように CM が始まるポイントがあります。DVD ムービーライターでは、独自の強力な CM 検出機能で、自動的に CM を検出してカットします。下向き三角の詳細設定ボタンをクリックします。詳細設定のメニューが表示されますので、ビデオの複数カットボタンをクリックしましょう。ビデオの複数カットウィンドウが表示されました。CM 自動検出ボタンをクリックしましょう。すると、CM の自動検出が実行されます。検出が終わったら、メディアリストを確認してみましょう。音声とシーンを解析して、CM の部分が自動的に分割されています。CM の部分を選択して、×のボタンで削除しましょう。これだけの操作で、簡単に CM をカットすることができました。では、確認してみましょう。今度は、CM を手動でカットする方法をご紹介します。ジョグバーで CM が始まる位置を指定します。開始・終了でマークインを設定ボタンをクリックします。メッセージが表示されました。このメッセージを今後表示したくない場合は、次回からこのメッセージを表示しないにチェックして、はいをクリックしましょう。次に CM が終わるポイントを指定します。マークアウトを設定ボタンをクリックします。トリミングできましたが、この状態では逆に CM だけのシーンになってしまいました。選択を反転ボタンをクリックしましょう。これで選択した範囲が反転して、インとアウトで設定した CM の範囲だけが切り取られました。では、確認してみましょう。CM がありませんよね。OK ボタンをクリックしてください。この後は、先ほどと同じようにチャプターポイントなどを設定し、DVD メニューを作成して DVD を完成させましょう。
DVD レコーダーなどで番組を録画して DVD ビデオに書き出してしまった場合でも、 DVD ムービーライターに取り込んで CM をカットすることができます。とても簡単に取り込むことができるので試してみましょう。ラウンチャ画面でビデオ DVD の作成から目的の DVD の新規作成を選びます。メディアを追加編集ウィンドウが表示されました。取り込みたい DVD ディスクをパソコンにセットしてください。ディスクかハードディスクからインポートボタンをクリックしましょう。フォルダの参照ダイアログボックスが表示されました。ここから DVD ドライブを選択します。さらに DVD ドライブの先頭にあるプラスをクリックして、中にあるビデオ用のフォルダを選択します。 DVD の中にあるビデオ用のフォルダは、取り込みたいディスクが DVD ビデオの場合はビデオ TS フォルダ、 DVD レコーダーや DVD カムで録画したディスクなら DVD RTAV フォルダになります。フォルダが選択できたらOK ボタンをクリックします。情報が読み込まれます。 DVD をインポートダイアログボックスが表示されました。取り込みたいビデオにチャプタがある場合はチャプタを選択します。右下にプレビューウィンドウがありますので、再生して内容を確認しましょう。取り込みたいシーンが決まったら、インポートボタンをクリックします。これで DVD ディスクからの取り込みが始まります。取り込みが終わると、メディアを追加編集ウィンドウに戻ります。ビデオの映像がプレビューできることを確認してください。この後は CM 自動検出機能か、手動の方法で CM をカットしていきましょう。なお、市販の著作権が保護されている DVD ビデオなどからは映像を追加することはできません。ご注意ください。